2001年の東京モーターショーに日産は MM と呼ばれる小ぶりなコンセプトカーを出展した。日産は翌年にマーチのフルチェンジを控えていたため、この MM が次期マーチであることは誰の目にも明らかだった。 MM 最大の特徴はモダンなスタイリング。一言で言えばラウンドシェイプだが、高い位置に配置されたヘッドライトや張り出したショルダーラインなど、あちこちに新しい提案があふれていた。この MM は期待通り翌年3代目マーチとしてデビューする。10年ぶりのフルモデルチェンジであった。この新しいマーチはカルロス・ゴーン氏が日産社長に就任以来初めてといえる本格的なニューモデルである。新生日産の門出を飾る車でもある。ボディサイズは全長3695mm、全幅1660mm、全高が1525mm。 大幅に拡大した幅と高さでキャビンは断然広くなった。一方、荷室容積は必要十分というレベルで、ライバルのビッツやフィットよりスタイリングを重視したパッケージングである。エンジンは CR 型と呼ばれる新しい直列4気筒 DOHC で、1リットル、1.2リットル、1.4リットルの3種類。ギアボックスは5速マニュアルと4速オートマチックで、先代に搭載されていた CVT は採用されていない。当初は FF モデルのみだったが、半年後には東京モーターショーで発表された電気モーター式のハイブリッド 4WD が追加されている。2003年秋には108馬力を誇る 1.2 リットルのスポーツモデル 12SR がラインナップに加わった。このモデルはエンジンから給排気系、足回りにまで手を入れた他のマーチとは一線を画すハードなマニュアル専用モデルである。